皆さんこんにちは。編集担当のアスムです。皆さんはチューチューチャールズというゲームをご存知でしょうか。このゲームはオープンワールドのホラーゲームで、とある敵との対峙が描かれているのですが、その敵が幼児向けアニメとして大人気のとあるキャラを彷彿とさせることで大変話題となりました。今回はそのチューチューチャールズの発売日が発表され、新たなトレーラーが公開されたようなので、そちらの記事を紹介していこうと思います。ということで、今回のゲームニュースはオープンワールドホラーチューチューチャールズ12月9日発売へ。怪物機関車チャールズ住まう島を舞台に命を懸けた爆走劇。記事はオートマトンより引用しています。インディーデベロッパーのトゥースターゲームズは10月8日、オープンワールドホラーゲームチューチューチャールズの新トレーラー映像を公開。 PC、Steam 向けに現地時間12月9日に発売すると発表した。本作では初となるトレーラー映像を昨年公開されており、この度正式に発売日が決定したようだ。 Steam のストアページによると、日本語表示に対応しているとのこと。チューチューチャールズはオープンワールドの島を舞台とした一人称視点のホラーシューターだ。プレイヤーは迫り来る人食い怪物機関車チャールズを倒すため、自らも武装機関車を走らせることとなる。プレイヤーは機関車に搭載された機関銃を用いてチャールズの討伐を試みるようだ。また機関車には追走するチャールズに対抗するためのアップグレード要素なども存在。島に散在するスクラップを収集することで、速度、ダメージ、そして走行値などのアップグレードが可能となる。また島にはプレイヤーに友好的な住民たちも居住しており、彼らの要望を叶えていくことでスクラップや高性能な武器などを獲得できるとのこと。ロケットランチャーやガトリング砲など多様な武器のアップグレードが確認可能となるようだ。また本トレーラーでは新たな敵対キャラクターとしてカルトたちもお披露目された。不気味なマスクを着用し、口笛を吹きながら2連ショットガンを携えて動き回る演出は、静かな暗夜での恐怖を加速させる。カルト集団が防衛する拠点には、プレイヤーがチャールズをおびき寄せるために使える宝石などのアイテムが存在しており、プレイヤーはカルトの拠点に忍び込むことでこれらのアイテムを奪取していくようだ。チューチューチャールズは主な移動方法が機関車での移動ということもあり、巨大なオープンワールドに仕上がっているようだ。開けた砂地や霧の立ち込める密林や鉱山など、多数のロケーションもトレーラーから確認できる。またプレイヤーは機関車のアップグレードのため、安全な機関車という空間から降り、時には大地を徒歩で移動しなければならないようだ。爆速で走るチャールズと相対するプレイヤーにとって、徒歩での移動は極めて不利となる。徒歩での移動中はチャールズやカルト集団から身を隠しながら暗い大地を散策することとなる。本作開発元であるトゥースターゲームズのギャビン・アイゼンバイス氏は、新トレーラー公開に合わせて開発の裏側に関する動画も投稿している。それによると、昨年投稿されたチューチューチャールズの紹介トレーラーに対する反響は凄まじいものだったらしく、一度もオープンワールドゲームを作ったことがなかった同志は非常に困惑していたとのこと。当初は自らを奮い立たせるために現実的ではないほど早いリリース日を予定していたが、非現実的すぎるがゆえに重い腰が上がらず、4ヶ月ほどは手がつけられなかったという。その後徐々にゲームの核となる技術やストーリーなどを導入していき、開発の中でリリース日を2022年8月中旬にする算段を立てていたそうだ。しかし後に内々で行われたアルファテストにおいて、テスターから満足な出来ではなかったという意見が多数寄せられたという。これを受け、早急にリリースしたい気持ちを抑えて同志は大幅な変更を加えることを決意したとのこと。チュートリアルやストーリーの刷新、エンディングやカットシーンの追加、チャールズの動きや AI などにもテコ入れをするなど、数多くの変更を行うために週80時間は費やしたそうだ。こうした調整を経て12月9日にリリースすることが決定したというわけだ。また同志が過去に手がけたトゥースターゲームズのマイビューティフルペーパースマイルやクラウドクリンバーの Steam ユーザーレビューにおける評価は高く、本作においても同志の面白さを追求する真摯な姿勢から生み出された
人の恐怖を引き立たせる演出などが魅力となることだろう。チューチューチャールズは PC、Steam にて現地時間12月9日に発売予定だ。クリスマスより一足早くやってくる怪物機関車チャールズを討伐したい人は、ぜひ本作をウィッシュリストに入れてみてはいかがだろうか。以上が記事の内容でした。それではここで、このゲームに対するネットの反応を見てみましょう。いろんなモッド作者があらゆるゲームにトーマスモッドを出しまくった結果、とうとう最初からトーマスっぽいホラーゲームが出てるの草。これ見た目のインパクトがあまりにも壮絶すぎて、機関車チャールズのことしか考えられなくなるのだけど、オープンワールドを汽車をリアルタイムで走らせながら探索するのって今まであまりなかった気がするので、そっちも楽しみ。発売早々トーマスモッドが配信される未来が簡単に想像できる。怖すぎる機関車トーマスことチューチューチャールズ、再来月で発売日決定。発表からそこそこ経ちましたけど、完成おめでとうございます。プレイヤーは迫り来る人食い怪物機関車チャールズを倒すため、自らも武装機関車を走らせることとなる。で、移動手段が機関車ってのが珍しいな。オープンワールドでホラーって地獄じゃない。その世界どこにいても怖いってこと。なぜだろう、初めて目にしたのに初めて目にした気分じゃない。なんかこう、たまにツイッターで見るような。ホラー苦手だけど、この敵のビジュアルは一周回って怖くないかもしれない。クモの足が生えた暴走機関車が住んでいる島が舞台のオープンワールドホラーで、プレイヤーの移動手段は機関車で、対抗手段はロケランやガトリング砲。さすがに情報量が多すぎる。これもしかしてスティーブン・キングの小説「ダークタワー」に登場する劇中劇「機関車チャーリー」が元ネタか。以上がネットの反応でした。今までスチームのゲームで散々いじられてきたトーマスモッドですが、とうとうモッドを導入せずとも最初からゲームに登場することになりましたか。まあトーマスの彷彿とさせるだけで実際は違うので、ネットの声でも多いように有識者によるトーマスモッドの配信は発売早々にされそうですね。トーマスの話は置いといて、肝心なゲームの内容ですが、新トレーラーを見た限りでは結構作り込まれていて、オープンワールドを機関車で移動するという今までにないような要素もあって、個人的にはとても楽しみなゲームの一つです。 Steam のみの販売ということで、 PlayStation や Xbox、 Nintendo Switch ではプレイできませんが、このゲームは注目度も高く、発売前の現段階では評判が良さそうなので、そのうち移植される可能性はありそうですね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。